こんにちは。ミセスユニバースジャパンファイナリストの松田セシリアです。動画をご覧いただきありがとうございます。松田セシリアです。この動画では今の私とこれからの私をテーマにお話しさせていただきます。まず最初に私の簡単な自己紹介からさせていただきます。私はベリーダンサー、ピラティスのインストラクターとして活動しております。2015年にはトルコで開催されたベリーダンスの国際大会で優勝、2017年にはメキシコでの国際大会で準優勝を収めることができました。また新たに体や心へのアプローチとして東洋医学へも学びを進めております。このプロフィールを聞くと勇気や行動力があるように思われますが、決して最初からそうであったわけではありません。大学時代、摂食障害、うつ病となり、生きるのを諦めようかと思うほど辛い数年間を送っていました。そんな中、ベリーダンスと出会い、これからは自分の人生の主人公になると決意し生きてきました。本当の自分と出会う旅、この旅の中で多くの仲間と出会い、一女性としても結婚し、試行錯誤しながらも夢や思いを実現してきました。そんな私のこれからは、本当の自分と出会う旅から、自分らしさを共に響かせ合う旅へと向かいます。私が幸せになるではなく、誰かを幸せにするでもなく、みんなで幸せになる、そんな道を選択していきます。それぞれが自分らしさを存分に発揮し響かせ合うことができれば、世界はきっとこの花々のように美しいハーモニーを奏でることでしょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。1月1日の日本大会に向け、日々精進し、最高最善の私で本番を迎えたいと思います。どうぞ応援よろしくお願いいたします。松田セシリアでした。